じゃあストップガンチャンネルのみっちゃんです。ちょっと喉が痛くて声が変です。そうだね、今日ずっとの声変だったわ。たまになんかお姉みたいな声になるし、いやん、そういう声、まあ、それはいいとして、これです。今日はね、これカンタが夏にね、平田を取ってきて、産卵ケースを作って放置してやったやつ、一応9月5日にね、卵とか幼虫がちょっと見えたからメスを取り出してあるさ。一応そのラベルだけはついてる。いつセットしたかはっきりしてないさ。もう覚えてねえや。で、放置してあるのを最近見つけて、こんな状態になっております。あらっつって、あれでもなんか言うほどマット傷んでない。このマットはね、最近作ってる産卵用のマットで、ほとんど粘菌とか出ないタイプ。あ、そうなんだ。粘菌出た方がいいけどね。粘菌ってね、人間に来る方ね。でも実際何匹がこれに生き残ってるかはよくわかんないけど、それをばらして幼虫をちょっと餌用のポリ容器に詰め替えたいと思います。あ、ボトルに入れるとね、ボトルに詰め替えたいと思います。マットでいくってことだよね。一応このままマットで、同じ系統のマットで続けて最後までいってみます。わかりました。じゃあお願いします。はい、じゃあやってみます。一応これ取り除いて、本当に何匹いるかわかんないさ。これめっちゃ変だね。3匹見えてるね。うわ、やべえ、横にいるやつめちゃでけえ。マジ？1匹落下した。このマットやっぱ幼虫飼育にもすごい適してんだな。なんかめっちゃでかいってほどでかいか。でかいよ、ほらほら。おお、ほんとだ、50はいったね。あら、2例もいた。マジで？え、まだ2例いんの？いじめられてたんじゃない？いじめられることあるか、マットの中にいて。だからこうさ、木とかがあれば隠れる場所あるけどさ、どうしてもでかいやつに攻め込まれるもんでさ、逃げ回るだけになっちゃうやつがいるから。あ、そんなことあるんだ、幼虫って。こんな感じだね。え、気づかずぶつかって食われるとかだったら分かるよ。もう、それもあるしね。え、来たの分かって逃げるの？逃げる逃げる。そうなんだ。だけどこう過密状態になると、もう逃げ場がないもんで、そのままプクって噛まれてさ、パンクして汁出ちゃう。密ですってやつね。断密です、断密です。こんな感じです。今日キレがいいじゃん。2、3、4、5、6。え、メスってすぐ見てわかんの？メスはね、まあこれちょっと大きいからわかりやすいかな。卵巣がここにある。今の一瞬で卵巣見えたんだね。見える？この間だけどね、面白いこと発見した。何？藤川で取ってきたね、クワガタをお客さんが持ってきた人がいて、河川敷で割って、これね、よく見ると平田のね、幼虫ね、この第一肝以外のやつも C マークになってるわ。それ普通じゃないの？他のはね、C じゃなくてね、ちょっと曲がったこうなってるさ、のこぎりは。え、ちょっと見てみよう。あ、でも他のが分からんから何とも言えんけど、確かにこれは全部 C になってるね。結構いい感じでさ、まあ鍵括弧じゃねえ、なんていう、こういう、こういう感じじゃない？もろに。そうで、ノコギリのやつってね、ま、ちょっと曲がってんだけど、こういう縦長っぽいやつだったさ。へぇ。で、マイカーは確かに前言ったように、こうさ、点がついたみたいな E マークになってるじゃん。あ、ノコギリがね。ノコギリは。それってちょっとこう、C になりかけて先っぽだけが曲がってるみたいになってるさ。で、コクワとかは？コクワはね、その中によくいたんだけど、一応もうコクワ見て分かっちゃうから。え、どう違うの？コクワは頭が丸くて、このオレンジがね、もっとクリーム色っぽい感じだから。ああ、そうなんだ。で、平田とかはさ、ここがちょっと角刈りみたいになってさ、四角くなってじゃん、頭。ここでちょっと絵描くと、平田の幼虫ってこういう感じの頭さ。まあ言いたいことは真ん中こぶになってこうなってるみたいな。なんかでもね、で、コクワガタはこういう感じさ。難しいね、でもそうなってるのは分かんなくはないんだけど、河川敷で見ると確証が持てないっていうかね、実際見た時。あと、なんかこうやって持つと歯がこう噛みつくぞみたいになる、こういうふうに。いや、それまあ開くってことめちゃくちゃ。で、そんな感じ。ちょっとね、発見したのがそこ。へえ、コクワじゃあ C になってないの全部？コクワも多分ドルクス毒で、これだと近い系統だから多分 C になってると思うさ。多分だけど一番こう混ざっちゃって分かんないのがノコと平田だもんで。あ、そうなんだ。で、平田の幼虫はちょっと細長いさ。細長いのだけど、メスの幼虫もちょっとこういう近い感じたちになっちゃうじゃん、長めで細く。
で、オスのようちはここがこっからゴーンと太いじゃん、うん、だろう、ああ平田のオスだなってわかるけど、ノコギリが細長いってこと。ノコギリがね、首からね、この半分のところの辺までが細長いさ、うんうん、だけどやっぱり大きくなると分かりづらくて。あ、そうなんだ、うん、だけどここのマーク見てたら、うん、あれ、完全にこっちは C になってんなって。全部が C ね、うん、うん、それ最近発見したことです。へー、うん、で、これは一応さっき言ったように、ポリボトルの中にちょっとマットで詰めるので、うん、その支度をしたいと思います。はい。じゃ、このちょっと大きめのオスからいってみたいと思います。お、一番最後じゃないんだね。うん、あぶね。あ、10いってるわ。へえ。10にしとこう。あれ、そこ噛んだよ、こう。違うか。うん、違うな。何のシールだ、でも。でも変だよね、そこにシールがついてるって。これだら、下が濡れてるからじゃない。自分のうんこのとこに乗っかっただけだら。あ、そういうことか、よかった。噛みつけねえもん、そこ。まあ、噛みついたらこの色のやつ出ねえやな。うん、一応後でラベル作るけど、一応本土とこのグラム数だけ一応チェックして入れときます。産地は入れない。産地はね、後でラベルで。あ、そっか。もともとね、うち全部ラベル管理ってこういうのつけるので、うん、これを後から貼っとくので、一応ここまで書いておきます。 7.3。 7.3。 でもさっきのが 10.0 じゃん、うん、俺が山で取った氷見王が 9.8 ちゃったじゃん、うん、あれマジで山で見た時化け物だと思ったから。そうだな、そのサイズの幼虫ってすごいでかく見えるよ。今のもでっかく見えたけど、うん、それと同じサイズってことだもんね。その 10g ぐらいの幼虫ってね、山の木から出てくるとやばいよね。ビビるよね。えと思う、うん、だ姫尾の産地なのに大クワ出たの。そう、でも思う、マジで思うよ。思うよ。で、これ1個はね、ほとんどがメスなんだけど、この二霊幼虫を、うん、ちょっとこれ重さ測ってもしょうがないけど、どうすかな。二霊幼虫はね、オスメス、二霊って書いておけばいいんじゃない。ちょっと二霊は時間が長くなると思うので、うん、一応でかいのに入れます。 1.0 10倍だね、さっきの10分の1か。このボトルはね、一応 270cc で、うん、一応4センチから5センチくらいまでのものは成虫にできるさ、うんうん、で、これで一応メスはやります。うん、もうメスね、これよく見ると色がもう黄色っぽくなってるさ、さっきのオスに比べると。わかる、なんとなく。わかるような気もする。あ、この 7.3 は結構透明だったかな。あ、本当だ、こっちは青い、うん、こっちの中の体色がね、よく見えてる、透けて見えてるじゃん、うん、こっちはもう色が濃くなっちゃってるので、うん、一応これぐらいのグラム数、あ、グラム数じゃない、容器の大きさがあれば成虫までいくと思うので、うん、3.3 4.8。 あ、まあメスならまあまあ、うん、そうだね。 4.7 だったけど、うん、じゃあ 4.7。 平田の夏場セットするとどうしてもメス多いね。あ、そうなんだ。うん、高温になるとメス増えんの。どうもね、そういう傾向にあるみたいよ、この生き物って。へー。あ、だからよくさ、うん、ツイッターとかで、なんだかの虫はオスが多くて、なんだかの虫はメスが多いとか言ってる人いるけど、うん、実際あれ違うよね。あれ違うと思うよ。温度のそのとこで、うん、細胞分裂していく間にオスメスが決まると思うさ、うん、細胞分裂していく間に決まる以上ね、どの温度でオスになる、どの温度でメスになるっていうのが決まってるさ、うん、多くは多分ね、23度ぐらいのとこがオスメス半々ぐらいでいって、うん、それより上だとメスがちょっと増えていく傾向にあると思うさ、うん、ただそれも1日のこのリズムが上がったり下がったりすれば、うん、その分裂していく時間によって変わっていくと思うんだけど、喋、うん、ってうちに何らか分かんなくなったけど、 4.8 うん、そういう傾向にあると思う。うん、よし、じゃあ次行きます。いや、ちょっと遠くなっちゃったな。お年寄り向きじゃないな。お、いいね。ゴミ、ゴミじゃねえか、 5.3 だから。言い方やめて。あれ、今日おでこめっちゃ光ってる。 4.9 メスはまあまあ普通サイズで出そうだな。何ミリぐらい出るの、これだと。これぐらいだと35、6の辺じゃないかなと思うけど。3.9 だっけ。うん、ん、もうすごかなかったじゃん。 4台じゃないって。あ、そっか、4.9 か。
4.9。オスは何ミリぐらいいくかな。オスはちょっとまだ成長中だから分かんないけど、うん、50ミリ台には入ると思うさ、うん、60はちょっときついじゃないかな。まあ本気で、多分きついね。本気でこう1匹でこう単独でやってればこのマット俺多分結構出ると思うさ、うん、でそこまで真剣に最初やってないから、うん、だってもう平田は人気があるから、うん、幼虫がたくさんいても邪魔にならないぐらいだからね。まあね、幼虫でも成虫でも人気があるから。うん、幼虫もかっこいいし。かっこいいってわかんないけど。でもなんかさ、ちっちゃい幼虫ってなんか飼ってても面白くないじゃん。うん、やっぱ大クワぐらいのサイズあるとなんか幼虫飼ってるなって感じするけど。うん、そうだね。うん、正直虫もんとかパッと。だけどあれだよ、コクワのちょっとみんなでさ、どれぐらいになるかやってみてるけど、コクワも 6g 超えてくるね。あ、まあ、いや普通にでも河川敷にそんぐらいのやついるぜ。ここはいないよ。あ、6はいないか。うん、でもこのメスぐらいのサイズのは結構いるよ。だってこれ見てみ、さっきのこれが 7. いくつだぜ。おお、これぐらいの幼虫が出てくるって変だな。確かに確かに。それでこの10ぐらいになんないとシークレコード取れないんだぜ。いや、ここはね、そんなでかいんだね、ここはね。5.5。まあここはって日本でここはって名前だけど、一応その分類上は中型サイズのクワガタだ。そうだね、うん、うん、一応こんな感じにしました。これは完全にオス。これがちょっと分かんないけど、まあ虫眼鏡で見ればオス目判別するってできると思う、うん、うん、で、これは全部メスです。ちょっとやっぱ夏やったのでメスが多い感じで、うん、うん、うん、羽化はどんぐらいだろうね。6月のこれはもう6月前に羽化しちゃうと思うさ、うんうんうん、もうこれ入れ替えて洋室作る感じだと思って、うん、でこれは多分6月の中旬から下旬だと思う。あ、でも言ってそんなすぐなんだね。うん、へー、そうそう、これがラストだと思う。それでこれはね、餌交換がいる。俺も、まあ、これ一本でいけんじゃないかなと思ってるけど。まあ羽化しなくはないね。まあこれらが羽化した時にちょっと点検してみます。そうだね、うん、まあタイミング合えば、一番忙しい時期だから動画撮れるかどうかわかんないけど、うん、まあうまくいけば掘り出し動画もやりたいと思います。そうだね、うん、わかりました。はい、そんな感じです。一応オスがこれ2つで、うん、10g と 7.3g、うん、でこれはちょっと2例でオス目さん判別できないので、うんうん、まあもしオスだったらある程度大きくなってもらいたいので、これをまあ超えるような感じでいきたいので一応大きいのに入れました。あれ、これって常温放置だったよね、うん、確かケース。そう、店の中に置きっぱなしだったから、うん、温度管理すると何グラムぐらいいくの。もうね、これマット飼育だとね1割減だと思うさ。あ、禁止よりもとか、うん、あ、そうなんだ。まあ、基本22g、20から22ぐらいで、うん、70、まあ、20g でも出るかな、70mg ぐらいが出るという予定なんだけど。そんな重くなるの、本土平田も。本土平田ね。へー、一応もう以前やったので 24g ぐらいまでいって、うん、72だか3までは出たことあるさ。すげえね、そんな大型になるんだ。でもほとんどのやつが、うん、65まで。あ、そうなんだ、うん、65のやつで17だかだったと思ったけんな。へー、そうなんだね、うん、まあ、この辺だと50度の中盤ぐらいだと思うさ、うんうん、まあ、それでももうちょっと育ってから良質になると思う、うんうん、でメスはもうこのまま出ちゃうと思うので、まあ、一番でかい 5.9 のやつで38か40いかないと思う、38ぐらいだと思うな、うん、まあでも平田のメスで30って自然界で見つかんないしね。そうだね、うん、30前にね5を取ったやつがいて、うん、バカでけえの取ったって言って、まあ確かにでかいけど、うん、おめえ俺呼ばれていくほどじゃないよ、こいつの家まで見に行ったからさ。あ、そうなの、うん、大桑並みのやつ取ったって逆に35、まあ天然じゃそんぐらい、天然じゃさほんとでかいんだけど、うん、お前確かにでけえけどさなんてわざわざ見に来るほどでもないと思う確かにね。まあそんな感じで笑ったこともある。なるほどね、うん、うん、じゃあまたちょうど6月だとね忙しくてうまく動画撮れないかもしれないけど、うん、動画が撮れたら一応掘り出しと何ミリぐらいになったかを一応また動画にしたいと思います。わかりました。はい、それではソロドボさあこれどうやって開けるんだろうねあのアメリカの少年とかそういうのにアイス入れて食べてる。あ、食べてるね。浮いた。でかい。でかい。さあ、何見た。じゃじゃん。さっきのやつこんな感じだからな。
やっぱ俺にはもう交換いつできるか分かんねえからバケツが合ってるな。うん。